ラスアイスじゃないか、アイスじゃないか、え、なになに、そんなに深刻に、怖いんですけど、怖い、怖い、私笑っていいですか、申し訳ございませんでした。え、まだ、私悪いことした、まだって何、皆さんまだ何も聞かされてないと思いますが、まあ、ちょっとね、スタッフからある報告を。何したんですか。え、そっち側、え、そっち側、この長寿大チャンネルに関する連絡事項なんですが、はい、2月の29日と3月1日、え、あれですよね、スケジュール入ってますよね、入ってますよね、長寿大チャンネル、うん、2日、はい、おかしくなりませんか、2日連絡。確かにね、お泊まり、まあまあ、ここら辺かな、うん、お泊まり、うん、お泊まりやります。え、待って、お泊まり、本当にあり、え、本当にあり、2回目、場所は、なんと、え、なんとユニバー、ホモ以外全員知ってたんですか。はい、なんでろ、なんでろ、なんでろ、いつか行けたらな、え、山津のスタッフの方からユニバさんの方に連絡しまして、撮影していいですかって連絡したら、ユニバさん、ここでオッケーしてくれました。もちろん、りょうかもいます。あ、りょうかも、ありがとうございます。途中から来れます。おー、いいか、姉さん、やばい。ほぼ初日はずっとユニバース。やばー、嬉しい、夢みたい。何しよう、何しよう。え、2日目は決まってます。確かに。で、今日なんですが、はい、この報告と2日目、大阪で何かやりたいことを叶える企画をしたいなと思ってるんですよ。おう、それをみんなで案を出し合って2日目にやることを決めたいと思います。おお、やばい。なので簡単な願望のようにシンプルに大阪のたこ焼き食べたいとか。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ユニバだ、ユニバ、シェ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 。何、大阪でしたいこと、大阪でしたいこと、あ、ね、京都もあり、京都もありだっけ、あり、大阪名物を食べに行くとかでも、うん、食べ歩きしたい、食べ歩きしたい、グリコ、グリコみたい、グリコ、あ、見たわ、一回見た、そうかでもいいよ、グリコ前でグリコトーストとかでもいいし、うん、いいね、嫌だな、なんでなんでまあ、なるべく叶えたいと思ってるんですけど、必ずしも叶うとは限らないんで、複数がある方が助かります。はい、正午ルル案内。ああ、いや、これはマジで嬉しい、地元だ、え、ガチで、めちゃめちゃ地元、そうだね、兵庫行ったことないから、ルーがいつも遊んでるところ、兵庫の南京町、ここはみんなに美味しいもの食べてもらいたい、えー、食べたい、お好み焼き食べたい、食べたい、あ、食べたい、お好み焼きやばい食べたい、たこ焼きくすべし、うん、くすべし、いいねあ、食べたい、うん、私何にしよう、まだ好み、何しようかな、はい、神戸の夜景でみんなと語る、あ、いい、待って、めっちゃいい、めっちゃいいとこ知ってる、知ってるでしょ、え、なんかそれを知ってたから案内しながら、うん、みんなで夜景で、大阪って何があるんだろう、こうやって調べるか、スマホ使ってもいい、あ、いいんですか、ガチモードマジでガチで叶えに行こうとしてる、みんなね、じゃあ登りたい、あ、いい、え、やりたい、何それ、有名なやつ、え、そうなの、なんか絶対当たるみたいな感じのやつ、やりたい、やりたい、やりたい、お、おしゃれなカフェいいね、いいね、いいね、うちこのメンバーで初お泊まり、あ、そうか、ゆったいなかったのか、前回いなってなかったから、あ、そっか、クリスマスの時、そう、じゃやっと全員で行きましょう、やった、楽しいよと、みんなで神戸でクルージング、クルージングって何、クルージング、なんか船乗ってみんなで、ええ、神戸のとこふーって、かわいいお洋服とか着ちゃってさ、あるよ、くない、あるさすがです、はい、舞妓さんになってみる、あ、
いいね、新しい、新しい人生ですることないもんね、うん、舞妓さんになる、いいじゃん。ちょっとじゃあみんなおのおのとここ行きたいですっていうのが書きますか。はい、出たやつでも。あ、じゃあ書きましたか。はい、はい、いいですか。じゃあ行きますよ、せーの、じゃん、食べ歩きです。私は南京町、うん、舞妓さんになりきる。お、京都で着物着て食べ歩き。いいね、食べ歩き。あ、食べ歩き多いな。食べ歩き、食べ歩き多かったから、うちは舞妓さんになりきる。あ、あえてね、いいね、この中でもしかしたら叶うものがあるかもしれないってことですよね。やばいな、楽しみだな、と考えるとね。そうそう、これの前にユリバダで、わー、ありがとうございます。ありがとうございます。さっきしちゃった。一応ね、理由はちょっとありまして、30万人いったじゃないですか、はい、チャンネルが。そういうなんかおめでとうかみたいな一個もしてないなと思って、ちょっとそれも兼ねて。ありがとう、ありがとう、プラス誰アカウント戻ってきたよ。ありがとうございます。おじさんバイバイ。あのなんか報告動画あったじゃないですか。あれ結構人気。いや、めっちゃ人気。うちも全部見た。私も全部見た。ね、私でも思いましたもん、なんか、うん、もしかして旅行とかこれから行くんだったらもうこれも行けなくなるのかなとか、あの時思ったぐらいだったから。え、みんな知ってたってことでしょ。もしバンされた時どんな感じだったの。気持ち的にさ、だってユニバって知ったわけじゃん、うん、行けなくなるって思った。ユニバはあんまり頭なかったから。そう、もう、もうそれが触れるのかな。え、とりあえずチャンネルをがなくなるのがやばいと思う、それは全然なかった、だからよかった。でもよかったですね、うん、ありがとうございます。お疲れ様です。いや、マジでお疲れ様です。本当にみんなチャンネル登録お願いします。そうだね、戻ってきて、みんな。おじさんじゃないよ、もう。あの、切り抜きたくさんしてください、超10代の。バズらせましょう。ね、切り抜きたくさんお願いします。嬉しいよね、切り抜き。いや、めっちゃ嬉しい。回ってくると再投稿とかしちゃうもん。え、わかる。切り抜きしてくれたらいいねをしますし、そう、あと名称してくれ、そう、名称してくれたら結構。え、りょうかもね、待ってますよ、きっと。りょうかも楽しもうね。6人で楽しみましょうか。はい、じゃあ大阪旅行行ってきます。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 ユニバーサルスタジオジャパンに到着しました。じゃあ、しょらしゃあ、できました。 イエーイ。